こんばんは、上糸の駅前の何度か目になりますが、参政党という名前をですね、知ってる方がですね、徐々に増えてきました。さすがにですね、この、新聞なんかで支持政党、支持率出ますね。まあ、一応自民党が一番上にいますけども、参政党の方が下の方から何番目かにだんだんとね、目に触れるようになりましてね、あ、参政党もちゃんとああいうところに出てるんですねと言われることもよくあるんですけども、あの10個ある国政政党の一つであります。参政党という選択肢があるということをですね、まだなかなかテレビメディアが報道しませんのでね、多くの方にこうやって、街頭に立ってですね、あるいはビラを配りながら、あるいはそれぞれの場所に出かけながら、駅の前でですね、参政党というものがあるということをですね、多くの人の頭の中にぜひ入れてほしいということで、熱をしております。今あの世界がもういろんなニュースがあちこちに飛び出ってですね、トランプさんの銃撃があったと思ったらですね、今度はバイデンさんが撤退して、そして今度はハリスが急にこう出てきて持ち上げられてですね、かと思ったらパリでオリンピックが開かれましてね、そしてあのオリンピックもですね、あの開会式のあれが非常に話題になってますね。これはあの賛否両論あるし、どっちがいいとは言い切れないんですが、ただあの新規を狙ったですね、ちょっとね、一般のあれから見ると奇妙な感じのああいうやり方に対しては早速、世界各地から、あるいはフランス国内からですね、これはもうなんか非常にこのね、冒涜であるとかですね、あるいはこの社会のモラルを壊してしまうとか、いろんな意見が出ております。で一方で LGBT をね、このまたこうやってこれ別の、ね、どんどんこの LGBT というのは全くこれね、あの我々共存してるんで、これを差別してるわけじゃないんですが、ただ、このね、当たり前のようにこの我々のそばにこういうものがあるということを意図的にこうね、多くの方々にこう浸透させようとしている、それが見え見えでありましてね、そしてあのパリオリンピックの演出、まあ結局ね、マクロン大統領、このマクロンさんという方が、まあ、大変この何と言いますかね、よく言われるグローバリストと言われる連中ね、そういうグループに入った方ですね。ですからフランスであの、国民連合、これ極右と報道されてますが、極右でも何でもないんですがね、そこが該当することをとにかく嫌がって、国会を解散して、そして左翼と組んでまで抑え込んだというところまで、いや徹底的に極右と言われるものを怖がっているんですね。でここに大きな今、世界の政治の対立軸がだんだんとこう見えてまいりました。この世界の一色にしていく、特定の考え方を多くの人に押し付けて、そして儲ける連中がいるということの裏側を多くの国の国民が見抜き始めました。ちょっと前でしたらね、そういう勢力がいるなんていうと陰謀論者なんて言われたんですが、もう陰謀論者という言葉もね、引っ込んでまいりました。世界がどうやって動いているかがここの数年間露骨に見えてきたのではないでしょうか。そういった中でこのね、最近私も非常に不思議に思っているのは、ついこの間までメディアではこのね、このハリス副大統領、非常にこのね、人気のない人だと言われていたんですね。このところになって急にですね、ハリス、日本の報道を見ているとすごいですね。ところがこれあのアメリカでどうかっていうと、そんなに報道されてないみたいなんですね。つまり日本のメディアが CNN とかニューヨークタイムズだとか、ああいう民主党のプロパガンダ機関の報道を全部そのまま流しているということで、私たちに正しい世界の実像が見えていない、これ非常によくわかる事例ではないかと思います。どうしてこんなにハリスがですね、国民の人気者に急になったんでしょうか。まあ、そういう印象を、ね、私たち受けるんですよね。で一方でじゃあトランプさんどうかというと、あの銃撃で間一髪でね、命拾いをして、そしてこのね、拳を振り上げて、USA と何千人の方が叫んだと。でそのトランプさんの人気はどんどん上っています。で大統領選でももうほぼ確実にトランプさんだというふうになってますが、しかし日本のメディアは違うんですね。いや、ハリスがあたかもかすかのような印象をね、私たちに与えて、そして常に私たちの判断を誤らせてきたのが日本のマスメディアというものなんですね。マスメディアの人たちだって分かってるわけですから、ですから私たちはこのテレビやあの新聞に報道されている内容について、これそのまま鵜呑みにしない、このメディアによって私たちを洗脳されてはいけない、常にそう思わないとですね、いつの間にかですね、まあ、岸田政権みたいなもう海外の利権に奉仕する政権ができてしまうということになってしまうんですね。でこれが世界中で今起こっているわけなんです。この間あのトランプ大統領がの共和党のですね、
大統領副大統領候補にバンスさんという方が指名されました。あのバンスさんという方はですね、もう生い立ちを見てもアメリカの普通の白人の普通の、いわゆる製造業、どんどん工場がなくなって閉鎖されて、ビルビリエリジーなんて本がありますけどね。でそこがどんどん普通のアメリカ人が衰退していると。でこの普通のアメリカ人の立場に立った政党が共和党なんだということをはっきりと示したのがこのバンスさん、副大統領指名でした。そしてトランプさんは銃撃を受けた後やはり決断したんじゃないでしょうか。このバンスさんだったら自分はいつまたね暗殺されるかもしれない、で大統領選までにまたやられるかもしれない。だけどこのバンスさんだったら自分がやろうとした戦いをやってくれる。そしてその戦いはどういうものとの戦いかというと、これは決してバイデンでもなかったしハリスでもないんですね。でその背後にいるアメリカをこう、ね、ずっとね、アメリカという国を使いながら儲けてきた連中、そういうものが本当の敵なんだ。でトランプさんははっきりグローバリストって言葉を使ってますけどね。でそういう敵と戦うという構図が今世界の政治の新しい構図になっています。絶対日本のメディアはこのことを報道しようとしません。ですからもともとですね、政治には右か左かという軸がありました。保守か革新か。よくね、私なんかも何も参政党のことを知らない人からですね、参政党は右ですか左ですかと聞かれるんですね。保守か革新かと聞かれるんですね。しかしもうね、保守や革新と言ってられる時代ではなくなりました。そこで私はそういう時にこう答えてきたんです。いや、右でも左でもないんです。後ろか前かと言った時に前なんですというふうに答えていました。後ろというのは今の既得の権益にしがみついて、現状にしがみついて、それを変えてもらっては困る。まあ今の自民党のね、ほとんどの衆議院議員は小選挙区というね、既得権益の塊で通っている人たちですから、彼らにとっては選挙区が既得権益なんですね。でそこに新しい政治の力、新しい政治勢力、候補者が入ろうとしている。なかなか入りません。だから政治は変わりません。こうやって従来のものがずっと続いていって、そこにいろんな既得権益がはびこり、そしてその逆の果てがこの間の政治と金の問題になって出てきた、あのパーティー券を買ってくれる業界団体の利益にプラスになるような政治が営まれる。でこれを私は前か後ろの後ろであると、後ろにしがみつく政治がいいのか、それもいいという人も結構いると思います。なぜならあれですよね、利権にあっついていた方が、ね、自分の生活も安定する、まあ、そういう方はそちらを支持してもいいんじゃないでしょうか。しかし多くのこれからの未来を生きる若い世代、あるいはこれから日本という国が将来子供や孫にちゃんと引き継いでいけるのか大変心配しているご高齢の方々、このままで自分たちが築き上げてきた日本がなくなってしまうんじゃないかと心配される方々はですね、後ろにしがみついていたらどんどん自分たちは沈むだけだ。そこで前という選択肢を作っているんですね。これが参政党という政党を決闘した一つのね考え方、後ろか前か。そしてもう一つ新しい政治の軸が今生まれてきています。これは上か下かなんですね。上か下で、多くの今国民の間に上が下を蝕んで、上は勝手なことをやって自分たちの利益を追求している、これは政界もそうだし経済界もそうだし医療もそうだし、あるいは学会もそうかもしれない。でも自分たちの利益のことを考えてはいるけれども、本当に下のことを考えている、本当に下の人たちにこう、ね、まあ、下というのはあれかもしれませんが、所得の低い人たちにこの未来を作ろうとしているのか、どこまで本気になって取り組んでいるのかなんですね。これに対する不信感が世界中では広がっているんですね。でこれ日本でも同じなんですね。で世界中でそういう不信感が広がって、まあ、支配層と国民という新しいこの軸が今誕生しようとしています。あのトランプ大統領の、副大統領候補にバンスさんがついたということは、でこの共和党が今までは、ね、共和党というのは、ね、支配層の代表する政党だったんですね。それが違うと、自分たちの敵は上なんだ、自分たちは国民の側に立つ政党なんだということをはっきりさせたのがこのバンスさんの副大統領候補の指名だったということなんですね。じゃあ民主党と、まあ、日本でも、ね、昔民主党というのがありましたね。
今の立憲民主党というのがあったりしますが、大体この、ね、労働者の政党だと、民主党というですね、で労働者の政党だったのが1990年代に変わっちゃったんですね。誰のための政党になってしまったかというと、支配階級の政党になってしまったんですね。そしてアメリカの、アメリカというのは今大変大きな分断が実は起こっていて、政治が混乱しているというのは、これね、基本的に国の格差がめちゃくちゃ拡大してるんです。今日ちょうどね、ここに来る前、私は自分の YouTube チャンネルで、平井浩二さんと対談をしてきました。平井さんが面白い分析をしましてね、アメリカで 0.1% の上位の方々がアメリカの資産の 14% を持ってるんですね。上位1割の方がアメリカの資産を、ね、7割を持ってるんですね。そしてアメリカの人口の半分の方々がアメリカの全資産の 2% しか持ってない。でこのね、不平等が近年どん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 拡大しているということですね。つまりこれはもうね、社会的に有しがたいぐらいの不平等が拡大していて、でこれがアメリカ社会の分断の原因になり、そして政治をうまく動かそうとしている背景にあるんですね。じゃあどこが儲けているのかと、そこで民主党、アメリカの民主党がクリントンの時代になんとですね、やはりこの軍事利権、金融ですね、やっぱり一番大きな金融ですね、そして軍事利権で、そして IT、 それから環境、そういったところの利権を代表する政党にどんどんなっていったんですね。で考えてみたら、今私が挙げたいくつかの分野、全部この最近のね、世界情勢に関連してます。まず軍事、軍事は今めちゃくちゃ世界中で戦争起こってますね。あちこち起こってますね。でウクライナ戦争もなかなかね、あれやめようと思ったらすぐやめられるんです。でもね、軍事利権がやめさせようとしない、そういう状況になりますね。そして日本には防衛費43兆円、それ自体はいいんですが、結局アメリカの方からね、もうね、使われなくなったミサイルを買うと、戦闘機を買う、軍事利権を潤す方にね、日本の国民の税金を回すとね、そういうことが今行われてますね。そして IT、 我々いつの間にか DX、 デジタルトランスフォーメーションというね、わけのわかんないね、この横文字を突きつけられてね、何ですか、デジタルトランスフォーメーションというね、 DX だと言ってですね、でもその基盤になってるのはね、要するにアメリカのグローバルな、ね、あれじゃないですか、プラットフォームじゃないですか、GAFA と言われる Amazon、Facebook、ああいうところ、あるいは中国のバイド、アリババ、テンセント、ああいったプラットフォーマーたちが反映する手段じゃないです。そして私たちはいつの間にかそのデジタル基盤、プラットフォーマーの上に踊らされて、何をやるにしてもお金を取られて、日本のデジタル収支は4兆円か5兆円の赤字ですよ。円安の原因にもなってるんですね。で結局一部の人たちを儲けさせるために、私たち自身が支配するという構造がこの、ね、IT、 これも起こってるわけですね。それから環境、日本でご存知でしょうか、今年度予算からですかね、 GX ボンド、 GX 債となります。グリーントランスフォーメーション、また横も出てきました。これ何かと言いますとね、あれなんですよ、再生可能エネルギーに移行するときに国が援助をする、20兆円ぐらいでその財源として国債発行するんですね。 GX 移行債って私も長らく財務省にいましたけど、なんだこれはという感じでしたね。でそういうのを発行して、まあ、国債で調達するのはいいかもしれないけども、でもこれ結局ですね、将来電気代が上がることで国民が負担するんですよ。私たち国民はそんなことに OK しましたか。なぜね、隣の東京都では太陽光パネルの設置を、新しく住宅を作ったら義務付ける、義務付けるって何でしょう、これ全体主義の国ですか、日本は。日本、中国でしょうか、北朝鮮でしょうか。そういうことを平気でこれをやるのがグローバリズムっていうんです。だから私たちはグローバリズム、全体主義っていう言葉はね、これが私たちの本当の敵だと、私たちの自由を奪って一部が金儲けするというね、そういう構造を世界中でやってきている、その連中こそが本当の敵なんですね。でも彼らは見えないようにします。ですから私どもがそういう指摘をしても、あの人一体何言ってんのとしかね、思わないようになってるんですね。でメディアにとっては困るんです。なぜならメディアの広告主は、今私が挙げたそういった業界から、ね、スポンサーになってるから、彼らの意向に反したことは報道しません。そしてもう一つあるんです、もう一つあります。
これは、ね、医産複合体制って医療と産業なんです。これが一体となって大儲けをしている、私たちの健康や命に関わる分野ですからね。でそして具体的な事例のことは私はこれ以上言いません。今日はせっかくね YouTuber さんが来ていただいているので YouTube でバンされてしまうんですね。つまり真実を伝えられたらこうなる連中がいるんです。でこれによって SNS もコントロールされ、日本政府はこの間決定したんですね。行動計画の改定ということがありました。 SNS で余計なことを言ったら、ね、バンするぞっていうのね、まあ、これ以上言うとね、まあ、今回バンされたら大変なんでこれ言いませんけどね。でもこれなんかおかしいですね。いやこれ別にね、あの間違った情報流したことこれは分かります。でも間違った情報であるかどうか分からない分野がたくさんあるんです。人間って神様ではありません。これが正しくてこれが間違いだって決めつけること自体がもう共産主義であり全体主義でありますね。中国共産とか北朝鮮です。そうじゃありません。こうかもしれない、いやしかしこうはこういうことが成り立つかもしれないと言ってお互いに議論するのがこれが自由社会ですね。この基本を今壊そうとしているのが今の政権なんですね。さっきの DX のね、ついでにもう一つ言いますと、皆さんのマイナンバーカードをね、健康保険証と一体化する。今年の12月から健康保険証使えなくなる。誰がそんなことを OK したんですか。こういうことはきちんとね、国民に信を問うてやるべきことじゃないですか。マイナンバーカードは割と私はいません。しかし、これは便利だと思う人、使いたい人が使うものであって、全員に強制するんではないでしょう。で、ここのところは極めて重要なんです。強制するか、あるいは選択の余地を残すか、ここが決定的に違うんです。今、世界は強制するという圧力がものすごく働いている。それに対して私たちは自由ということをね、守り抜くんだ。これが参政党の基本的な立場ですね。自由を守り抜く。先ほどね、いくつかの産業界が民主アメリカの民主党を支配するようになった。という話をいたしました。そしてその民主党に支配されているのは一体誰でしょうか。一体誰か、今の岸田政権ですね。もう民主党のやってることをそのまんま日本でやろうとしている。安倍元総理がああやって暗殺をされてその後重しが取れてしまったんでしょうか。そういったバイデン民主党、今度はハリスでしょうか。もっとひどい。その下で民主党のやる政策をそのまんま日本でやっているのが岸田さんという人なんですね。ですから岸田さんは、総理大臣ではなくて、部長だと言われています、ね、親子の、ね、社長さんは、ね、アメリカの方にいるんですね。 で部長、そして各大臣は課長だと言われています。こうやって日本が完全な従属化に置かれている状態、もともと日本は戦後ずっと従属してますけどね、日本は全然自立したことはないんです、戦後ですね。でこのことはもっともっと大きな問題 でもしトランプ大統領が誕生しましたらね、この根本のところをねきちっとね、理解をしてもらう、そういうね、非常に貴重なチャンスが来るんです。で、その準備を日本はしなきゃいけないんだけども、今、ずっと与党、自民党を中心とする、これ野党だってそうですよね、やってるのは何かといったら、グローバルな勢力に合わせることばっかりやってるんです。これ、役所もそうです。たまたまですね、昨日、参政党の神谷総平さんと、私とでね、対談いたしました。久しぶりにね、参政党の YouTube で、昔しょっちゅうやってましたけどね、これ対談しましてね。で、私がね、こんな8質問を彼にしたんですね。2年間国会議員になって、まあ、官僚との付き合いがあるけど、霞が関の官僚どう見てますかって聞いたらね、彼はこう答えました。どこの省庁とも、特に厚生労働省に対して感じたけれども、日本の国よりも国民よりもグローバルな方を見てる。グローバルリスクの勢力の方を見てる。グローバリズムの方を向いている。これが残念だと言っていました。いや私もね、昔官僚やってましたけど、ここまでひどくなかったですよ。ここまでひどくなかった。国益というのを第一に考えてた官僚多かった。でもね、あれからもう10年20年を経って徐々に国益という官僚は排除されていったんですね。でこうやって経済界だってそうです。グローバルな利権と結びついている人が偉くなるように作られてる。官僚もそう、経済界もそう、学会だってそうですね。グローバル左翼利権とつながっている人がで1位を占めているね。で本当の日本という国に立脚した人はどの世界でもですね、今少数派に押し込められているんですね。でこれ着々と日本という国がですね、戦後80年近く経ちますけれども、独立の方に向かうどころか、今度は見えない力によって独立をさせられない。でそして私たちが生み出した富が海外の方を豊かにする、その構造
どんどん私たちは植え付けないという大きなね、そういう構造のことを理解しないと政治の選択はできない。先ほど私が申し上げましたように、今世界の政治の構造は右とか左かから、前か後ろかができ、そして上か下かができ、つまり線と面と立体なんですね。つまり3次元なんです。世界の政治の軸は3次元なんです。でこの3次元の上か下かというところですね、これがアメリカ、ヨーロッパの政治を動かしているんだということを、もっと日本のメディアは国民に伝える義務があります。彼らが伝えないから私たちは伝えなければいけないと思ってですね、まあ、こうやって今日も、お疲れの中はですね、大きな声出してますけども、あのメディアが伝えませんから、日本が置かれている政治の状況って何なのかということをね、多くの方に知っていただきたいなというふうに思います。さて、いつね解散総選挙あるか分かりません。だけど岸田さんはね、解散したがってるんです。実はある噂が流れました。なんかね、8月末に解散するんじゃないかって噂が流れたんです。このね、信憑性はね、今チェックしてるんですよね。でこれね、なぜかというとね、今のままだったら岸田さん総裁に再選されないんですね。で総裁に再選されるためには、総裁9月の総裁選、自民党総裁選の前に衆議院を解散して総選挙をやってしまう。そうするとね、いやそんなこと言ってやって、あんな自民党がね、こんなに支持率低い中で総選挙なんかできないだろう。違うんですね、野党の支持率がもっと低いんですね、これ。そしてこの間都知事選で立憲民主党がもうね、政権交代できる政党でないってことを証明しちゃいました。立憲共産党露骨になりましたね。あれ大失敗しましたね。蓮舫さんだけじゃなくて立憲民主党全部が都知事選で大失敗したんじゃないでしょうか。でそうなりますとね、もう伸び悩みです、立憲民主党。日本維新の会も大失敗しましたね。都知事選では独自の候補を出さず、石丸さんを応援する人を禁足令をかけるというね、ああやってね、全体主義的なね、強制的な措置をやる政党なんですね。昔私も維新にいたんで、あれもどうかなと思いますね。鈴木宗男さんがロシアに行ったら除名するとかね、それ政治家の仕事なんですよ。そういうこともわからない、そういう維新だったから私も離れたんですけどね、昔。でそうやって野党が伸びていないから、今解散してもね、自民党は負けやしない。負けなかった過半数さえ維持できたら、自分はね、選挙に勝った総裁として再選されるというね、そういう考えがあるみたいなんです。ちょっと考え直してくれないかなと思いますね、皆さん。このね、土日に行われた、これは日経とテレ東が合同でやった世論調査なんです。あの世論調査ですごい数字が出てきました。岸田さんが、9月の総裁選でもうやめてほしいという人が 55%、 9月の総裁選までにやめてほしいという人が 25%、 足してみたら8割の人が岸田さんがね、9月の総裁選の後も総理でいてほしくないと思うんです。総裁選が終わってももう岸田さんはね、総裁選まででやめてほしいと思ってる人が国民の8割もいるんです。いや、よくね、総理総裁続けられるなって、すごいですね。人の話を聞く力ではなくて、人の話を聞かない力、ね、鈍感力、これは歴史に残る名総理かもしれないなと私は思ってしまいました。8割の国民が辞めてほしいって言ってるんですよ。それなのに僕はやりたい、だから解散するんだなんて噂をね、直近流させてるんです。そうすると党内が引き締まって、岸田卸しがね、こうね、下火になると思ってるんでしょうね。なんか浅はかですね。こういうのを見るとね、ますますね、国民の政治に対する信頼を回復しなければいけないってある自民党の幹部が私に言ってましたけどね。それはね、この間の政治改革法案で無理なんだ、ね、よっぽど抜本的なことを考えなきゃいけないんだって。けどそんな岸田さんが総理だったら回復するわけないじゃないですか。ますますね、信頼を失うんじゃないですか。そして解散もししたらどういう解散になるでしょう。自己都合解散ね、我欲解散、自己都合と我欲の塊じゃないですか。あのバイデンさんも辞めましたよ。最後まで辞めたからなかった、あのバイデンさんだって辞めたんですよ。岸田さんもちょっと考えたらどうですか。あんなにバイデンさんの部下をやってたんですよ。バイデンさんの言われた通り LGBT 法を強行採決押し通し、バイデンさんに言われた通りミサイルと戦闘機を買うための予算を増やし、バイデンさんに言われたように日本と韓国の仲を良くし、そしてバイデンさんに言われているような通り北朝鮮の拉致被害者を本当は帰ってこないのに5兆円を出すとかね、そんなことやって、
バイデンさんに言われた通り7000億円をウクライナ支援に日本国民の断りもなく出す約束を勝手にゼレンスキーとやって発表もしない。これ全部足し合わせた10年間の予想してるから14兆円と計算もあるんですよ、ね、バイデンさんに言われた通り、ね、ウクライナに支援してもそのお金どこに行ってるか、バーレンドホテルになってるってじゃないですか、ゼレンスキーさんもね。その検証をしようともしない、そして国民に説明をしようともしない、ね、そこまでバイデンさんに従うんだったら、バイデンさん大統領選撤退したんだから、あなたも撤退したらどうですかってね、思いません？バイデンさんの犬なんでしょって言ったら失礼かもしれないけど、犬なら犬に徹しましょうよ、ね、もうバイデンさんも、ね、もう大統領辞めたって言ったんだから、ね、そしたらね、本当はね、岸田さん考えなきゃいけないのは何か、まあ、自民党の人もみんな考えなきゃいけないのは何か、トランプになった時に日本を大丈夫かって考えなきゃダメですよね。トランプになった時に、ね、でトランプになった時に何が大丈夫かっていうと、トランプさんはねよく知らないことがたくさんあるんです。日本について、戦後日本がねアメリカ軍の統治を受けてるってことも知らないんですよ。だから思いやり予算をもっと出せとか、ね、沖縄に基地はいらないと言ってるんですよ。でもあれってアメリカ軍が、ね、やってることですよ。つまり戦後実際独立してないんです、日本が。でその構造に日本があるよということをね、ちゃんとね、トランプさんに説明する。歴史認識や歴史観、世界観がきちっとした人が総理大臣にならないと、せっかくトランプさんが誕生したのに、日本が自分の主権を取り戻すチャンスに満たせないんですよ。このことをね、一番今ね、与党の政治家は考えなければいけないんじゃないでしょうかね。何が GX でね、何が DX だという話じゃないでしょうか。で、それよりも、国民という新しい軸ができたんだから、国民という軸でね、政策を考える、そこが今、ね、日本ですっぽり抜けてるんですよ。あの岸田さんがね、僕は解散してもいいかもしれないっていうぐらい、野党の支持率が低い、野党の支持率が低いからというのは、みんなね、どこにも投票する先がないと思ってるからなんです。どこの投票先も大したことない、もう見放した、立憲共産党大嫌い、ね、という人も多かった。そしてアンケート調査、世論調査では 51% の人が無党派と答えてますね。有権者の過半数が無党派。ちょっと待ってください、その方々に私は訴えて、参政党ご存知でしたか。参政党って選択肢あったかもしれないけど、何この政党だから丸つけなかったんじゃないですか。参政党知ってくださいよ。知っていただくだけでね、支持率の状況変わりますよ。もしかしたら私はね、岸田さんがあこれ解散なんかできないなっていうぐらいの、参政党という野党が大きな支持率を持ってもおかしくない、私はそういう政党だと思っているんです。ただし知られてないだけなんです。ですからね、だからこうやって、だから参政党という選択肢があるんだと。そしてこの参政党という選択肢は皆さんの国民生活に本当にかかるんです。他の政党は皆さんいます、国民生活が第一であるとかね、命が第一であるとか言っている方もいらっしゃいます。だけど国民生活良くなってないじゃないですか。既成の政党が政治をやってきて、民主党だって政権取ったことあるんですよ、ね、あの時やった政策むちゃくちゃやったじゃないですか。で国民生活が良くなってないのに、何の成果も上げてないのに、ね、それで実質所得下がり続けてますよ、この20年間、まあ、統計取ってみると分かりますよ。先ほど言ったアメリカの民主党のバックにいる巨大なこうグローバルな利権とつながっているところは所得が増えてます。なんか商社でね、年収何千万っていう普通の社員、そういうところが出始めたってんですよ。日本の株価は上がって、グローバルなところとつながっているところは上がります。だけど実質賃金は25、6ヶ月ぐらい、もう記録的なマイナスがついている。でこの2つに分断されている中で、早く日本の国民の皆様も政治の対立軸が今や上か下かになったということに全員気がついてほしいと思います。この上にあっている人たちはどんどん豊かになっていく、そして下の人たちはどんどん貧しくなっていく。でこれを変えるにはですね、他の今の規制の大きな与野党が言ってる政策では全くね意味がないんです。すいません、あの私昔財政やってた人間なので見えるんですよ、そんなの。昔私あのマニフェスト評価ってやってたんですよ、官僚なのに生意気にも。民主党のマニフェスト10点でつけた覚えがあります。そしたら政権取っちゃったんですけどね、そしたらね0点以下でしたね、結果はね。でそうやってね、あの一応ね、財政やってる人間は政策の妥当性が見えるんですよ。でその中で考えたのが、参政党が今担いでる松田プランなんです。でこれやらない限り国民生活を豊かにすることもできません。もう見えてます、そんなこと。もうね、世界最大の借金国と言われて久しいですけどね、
でもね、松方らは借金なくすんですから、借金をなくさないと私の出身の財務省は予算つけようとしません。毎年毎年予算編成やって、私も予算編成やってたことあるけれども、大体前年に比べてどれぐらい増やすか減らすかばっかり考えてます。抜本的に国民にお金を出すようなそういった予算を考える人はいません。そして政治家はその官僚に頼らないと何もできないので、だから 今の既存の政党でこの、ね、日本の、ね、お金の流れを変えることは不可能なんです。財務省にいた人間だから分かるんですよね。だからその仕組み変えないと無理なんです。この仕組みを変えるのが松田プランと言われるものですね。この国債が減っていくんですよ、これやりますとお金に変わっていくんです。そんなことできるわけないだろ、インフレなどなりません。それぐらいのことはね、私もね一応その世界にいた人間ですから、それぐらいの詰めはやってます。どんなにこの、ね、松田プランについて質問を受けたって、ね、必ずねきちっと答えられる、それぐらいちゃんとしたプランです。でこれがありますよね。前野党がよく言ってるね、消費税減税やろうと思ったらできるようになります。子育てにお金を増やしましょうと、あの岸田さん言ってますね。できます、それぐらいの財源簡単に出てきますね。もういっぱいやれることがたくさん出てくるんですよ。でやれもしないのにあれやりますこれやりますと言っていたのが今までの政治で、これからの政治はね、これをやるからあれもできるこれもできるというそういう政治なんです。でそっちの方にね、仕組みを変えないと官僚にはこれできないんです。仕組みを変えるっていうのは仕組みを変えるのが政治の役割です。でこの仕組みを具体的に提案している政党が他にない。で私が一応財政のプロとしていろんな政党の政策を見ていても、まあ、あの今の現状を続けてずるずる日本がダメになっていくか、全く実現しない政策を抱えていているか、どっちかしかないんですね。でそこで私もね、思い余ってね、新しい政党を作って、そしてね、本当に実現できる次を切り開ける仕組みをね、提案するそういうね、政党を作んなきゃいけないと思ったんです。で松田プランは長い間私の経験の延長にあるものなんです。財政が分かり、通貨が分かり、ブロックチェーンが分かる人でないとなかなか理解できないかもしれない。でも理解している人はみんなピンときてるんですね。でこのようなことをもって財政の仕組みを根本から変えて通貨、新しい通貨の仕組みを作っていくという具体的な提案を持っている政党、他に探してみてください。参政党しかありません。でもね、まだね、参政党って、ね、国民に知られてないから、他の政党はね、あんまりね勉強しようとしないんです。でも私は恐れてるのはね、自民党が松田プラン勉強し始めたら困るなと思ってるんですよね。でもその時はね、参政党がもっと議席を増やしてお互い一緒になってね、日本の国を良くしていくとね、そういう手を携える相手が増えたんだというふうに考えることにしています。もうすでに関心持たれてますんでね。ですからこのね、実際に国民にお金を回す、口だけでなくて財務省での経験を踏まえ、ブロックチェーンの経験を踏まえ、そういった新しい仕組みを作るということを提案している政党として参政党があるんだということですね。あの僕も知られてないんで、ぜひメディアが報道しませんのでね。これ本当はあれなんですね、メディアから見たら松田プランって特ダネものなんです。これ特ダネものなんだけれども、まだねどこも報道しないんですね。ねえ、松田プラン報道したらね、日本があっという間に良くなるってね、僕の人に分かるんですよ、ね、でも報道しようとしない。だから参政党が言っていくしかない。で参政党が言っていくしかないんです。つまり日本の明日をね描いていく、世界の対立軸を知り、世界で何が起こっているかを知って、その上で日本はこうしなければいけないという具体的な提案を出している唯一の国政政党なんですね、参政党ですね。メディアに書いてないこと言うか、おかしなこと言ってんじゃないんです。メディアがおかしいんですから。日本のメディアがいかにおかしいか。私はね、私が冒頭に言ったように、あんなにね急にハリスハリスハリスってね、アメリカでそんなこと起こってないんですよ、ね、CNN とワシントンポスト、ワシントンなんとかとかね、ニューヨークタイムズとか、そこに書いてあることを丸呑みして流してる。じゃあそこは何かというと、プロパガンダ機関、民主のプロパガンダ機関ですよ。恥ずかしくないんですかね。情報源の信憑性をチェックするのはメディアのプロとしての、ね、最低限の営みではないでしょうか。そんなこともせず一方的な情報だけを流し続けてきて、メディアの人間として恥ずかしくないんですか。まあ、おそらくメディアの中にも気がついてる人たくさんいると思いますよ、ね、一応皆さん大学出てるんでしょうね。でアメリカにはいろんな、ね、チャンネルがあって、ね、民主党系とは違うことを言ってるメディアがあることぐらい知ってますよね。大学出てますよね、ちゃんと ね、 皆さんね知ってますよね。どうして、ね、
これね、大きな力が働いてるんでしょうね、やっぱりね。でもね、ここに私たちの政治の課題があるんです。トランプが立ち上がってるのはその大きな力なんです。大きな力に対と戦わないと自分たちが飲み込まれてしまうという危機感をアメリカの国民が感じているから支持率があれだけあるんです。変わった人が支持してるんじゃないんです ね。そしてこの間ね、あの私のチャンネルによく出ていただいている矢野義明さんがこう言ってました。もし毎日ハリスが大統領になったら核戦争になるかもしれない。つまりね、もうね、ハリスもバイデンも正体が明らかなんです。操り人形なんです。操り人形。そして操ってるのはさっき言った軍産複合体、 IT、 環境、資産複合体、金融、そういうところの中の今非常に大きな力を出しているのが軍産複合体。武器が売れなきゃ困る、ね、そこに引っ張られるわけです。ですからハリスは戦争をやめないでしょう。トランプだったらすぐやめます。あれアメリカを起こした戦争ですからね。私はプーチンの見え方してるわけじゃないんですよ。この間もね、私はメディアで報道されないウクライナ戦争の真実を友人たちの前で話しましたら、松田お前プーチンの味方なのかって言われたんです。私プーチン嫌いです。あの人大嫌い。ああいう人は私好きじゃないんです。なんか陰険で嫌ですね、ああいう人ね。だから先に言っときます、私はプーチンは好きじゃありません。だけど残念ながらあの戦争は、ね、要するにアメリカが起こしてるんですよ。ヌーランドという人がいましたね。マイダン革命を起こしてね、2014年あの時からウクライナ戦争始まってるんです。そしてロシアという国を抹殺したい、プーチン政権をひっくり返したいという勢力がアメリカのね、ユダヤ系の人たちが国務省を乗っ取ってブリンケンとヌーランドをやってたじゃないですか、ね、そういうところをよく見た方がいいです。日本のメディアでは全然報道しませんけど ね。そしてその流れの中で結局ハリスになったら戦争をやめないと何が起こるか。いや、これ真面目な話ね。プーチンはね、ただ脅しで言ってるんじゃないんですよ。戦術核を使うと言って訓練始めてるんですからね。具体的なもうブラフじゃないんですよ。自分の国の安全保障がきちっと保たれないので、あれ戦術核を実際に使う、いやー20世紀には核爆弾というのは使われないことが前提でした。誰かが使ったら世界が滅びる、自分も滅びる。だから使いませんでした。21世紀になったら核兵器が使われる武器になってしまったんです。そんな状態にしたのは誰ですか。バイデン政権じゃないですか。それを引き継ぐハリス政権なんですか。いいんですか、そういうことで。ということもね、これ明確に言っていかなければいけないのは本当は日本のメディアの役割じゃないでしょうか。何がハリスの風だ、ね、ハリスの風って言っても分かんないそうかもしれないけど、ね、本当はハリスの風ですよ。ハリス、ハリス、ハリスってね。そうじゃないでしょ。ハリスが大統領になったら何が起こるかきちんと知りにしようじゃどうですか。トランプが大統領になったら何が起こるかってね、嘘ばっかり言ってたんですからね。でそうやってもうね、特定の利権のお酒を担ぐのは日本人だったらやめましょう。一緒に参政党と一緒になってね、日本国民に真実を知らせるってことをメディアの皆さん協力して やろうじゃありませんか。どうですか、私の提案乗っていただけないでしょうかね。国民の皆さんが真実を知ればね、日本国民は世界で一番賢い国民なんですから、世界中が尊敬する国民なんですから、きちんと伝わりますよ。そして理解してくれますよ。そしてその時にトランプが大統領になった時にトランプさんにきちんとね、哲学を言うんです。世界をどうしていくか、アメリカはどう払うんだならないのか、こちらが教えてあげるぐらいの価値を、ね、取らなきゃいけません。そのためには私たちには、ね、世界観がいるんです。日本独自の世界観、政治が、ね、政党で世界観のことを言ってる政党って、ね、国政政党でうちだけですよ、ね、でその世界観で宗教じゃないんですからね。戦前の日本の人たちは知識人持ってたんですから、ね、あの大東亜戦争に突入する前にね、これ大東亜戦争を賛美してるんじゃないんですよ。日本という国の独自の世界史的な立場ということを知識人たちが議論してるんですから、その議論が、ね、戦後全部行われなくなってるだけなんです。私たち日本人にも、ね、思考力があるんです。考える力あるんです。自分の力でね、考える力ある。アメリカから押し付けられたものだけが正しいと思っているだけの国民じゃないということをね、国民全員で見せてやろうじゃありませんか。トランプ大喜びしますよ。それが共和党という政権なんですね。だから参政党は決闘の時から世界に大調和と言ってるじゃないですか。世界に大調和を生むっていうのはいろんな深い意味があって言ってるんです。
これからはね、グローバルの大きな力が全てをね、蹂躙して国民を収奪していく、日本の賃金が上がらないのもこれですよ。お人よしですからね、新日本製鉄が、あの日本製鉄が中国から撤退を決めたと報じられていました。何十年にもわたって日中国交正常化の時から鉱山製鋼所、日本よりもすごい製鉄所を作ってあげて、中国の鉄鋼を世界一にして、今度は日本がその中国の鉄鋼に敗れて、ね、世界中を中国の鉄鋼が席巻するようになっちゃった、ね、お人よしな国です、この日本という国は。でその時の判断も間違いがあったんです。私たちは中国に対して悪いことをしたんだ、だからと言ってああいうね協力したんです。そうじゃない、私たちはまずはね、私たちの国益を追求しましょう。その上で海外にも手を差し伸べていきましょう。自分たちの国益も追求できない国が本当に世界を豊かにすることができませんよ。でそういう考え方で世界中が共存共栄していくのが、これを大調和って言うんですね。単にね、一つの大きな力で力を持って世界を安定させる時代はもう終わりました。だからこそ人それぞれの国民が自分のことを自分で考えていくというね、その中で協調し合っていく、そういう政治を作りましょうということを言っている政党は多分賛成党だけだと思います。そして世界が今そっちの方向に大きく方向転換をしているんです。大きく方向転換をしているときに、日本だけがずるずると過去の冷戦体制に引き戻されて、戦争屋さんの、ね、思惑に引き戻されている。その中で参政党が言っていることがぜひ多くの国民の皆さんに伝わることによって、私たちが自分たちの本当の日本というもの、そしてお金の流れも取り戻しましょう。マツダプランで、ね、私たちお金があるんだ、海外を豊かにしているだけなんだ、私たちを豊かにしましょう、そのためのお金の流れを作る、その仕組みを作る、でそういうことをですねやるとしている参政党ですね、いつ解散総選挙あるか分かりませんけども、ね、日頃からこうやって皆さんに少しでもね存在をしていただかないと日本は変わりませんということで、本日はこのね、皆さん お帰宅の中ですね、お疲れの中、通勤通学の迂回の中をお騒がせいたしましたけども、参政党という選択肢がちゃんと日本の国政にあるんだということを多くの人にね、それも本格的な政策をちゃんと作ってるんだと持ってるんだということをね、一人で多くの方に、ね、知っていただきたいという思いで今日もお話をさせていただきました。ご通行中の皆様にこれに関してはまあ、十分ね、お聞きいただいてないかもしれませんけども、私の言いたいことが少しでもですね伝わればということをですね、この記念しましたにいたしまして、私のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。